どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。仮面ライダービルドデラックス5大レジェンドライダーフルボトルセットの方をご紹介したいと思います。ではパッケージの方を見ていきましょう。では開けます。こちらの商品には説明書が入っておりませんのでご注意ください。中身を開けるとこのようになっております。フォーゼフルボトルとウィザードフルボトル、ガイムフルボトルにドライブフルボトル、そしてゴーストフルボトルがセットで入っております。まずはフォーゼフルボトルの方から見ていきましょう。全体このようになっております。ではデザインの方を見ていきましょう。上側にシールが貼られていて、仮面ライダーフォーゼと書かれております。左側には仮面ライダーフォーゼが描かれておりますね。キャップのマークに関しては F のマークが描かれております。続いてウィザードフルボトルの方を見ていきましょう。全体このようになっております。ではデザインの方を見ていきましょう。上側にシールが貼られていて、仮面ライダーウィザードと書かれております。右側には仮面ライダーウィザードが描かれておりますね。キャップのマークに関しては W のマークが描かれております。続いてガイムフルボトルの方を見ていきましょう。全体このようになっております。ではデザインの方を見ていきましょう。上側にシールが貼られていて、仮面ライダーガイムと書かれております。左側には仮面ライダーガイムが描かれておりますね。キャップのマークは G のマークが描かれておりますね。続いてドライブフルボトルの方を見ていきましょう。全体このようになっております。ではデザインの方を見ていきましょう。上側にシールが貼られていて、仮面ライダードライブと書かれておりますね。右側には仮面ライダードライブが描かれております。キャップのマークに関しては D のマークが描かれております。続いてゴーストフルボトルの方を見ていきましょう。全体このようになっております。ではデザインの方を見ていきましょう。上側にシールが貼られていて、仮面ライダーゴーストと書かれておりますね。左側には仮面ライダーゴーストが描かれております。キャップのマークに関しては G のマークが描かれております。では、お待たせしました。デラックスビルドドライバーを使って連動音声の方を確認しましょう。今回は単体音声が5種類あって、ベストマッチ音声が3種類ございます。フォーゼとウィザードを組み合わせると、フォーゼウィザードのベストマッチ音声がなります。ガイムとドライブを組み合わせて、ガイムドライブのベストマッチ音声がなります。そして次のベストマッチ音声なんですが、別売りのエグゼイドフルボトルが必要になります。ゴーストフルボトルとエグゼイドフルボトルを組み合わせて、ゴーストエグゼイドのベストマッチ音声がなります。では実際にお聞きください。
以上で仮面ライダービルドデラックス5大レジェンドライダーフルボトルセットの方をご紹介いたしました。ということで今回これで以上です。ありがとうございました。で皆さん次の動画楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。